毎週金曜日配信の週刊阿蘇プラス。今週の阿蘇市の話題から週末のお出かけ情報まで様々なラインナップでお届けします。まず4月23日に5月2日開催予定だった阿蘇市成人式の中止の一報が入りました。熊本県の新型コロナウイルス感染症のリスクレベルが5に引き上げられたためで、苦渋の決断となりました。24、25の土日には、自転車やランニングで阿蘇山上へ駆け上がる阿蘇パノラマラインヒルクライム2021が開催され、2日間でライドに延べおよそ440人、ランに延べおよそ320人がエントリーし、見客を競いました。WebTV 阿蘇では25日のレースの様子、ゴール地点のノーカット映像をアップしています。コメント欄に URL を載せていますので、ぜひご覧ください。では、週末のお出かけ情報です。WebTV 阿蘇では、お子さんと楽しめるスポットをご紹介する動画、遊べる阿蘇前編後編をアップしています。さまざまなスポットをご紹介していますので、ぜひお出かけの参考にされてください。また、ゴールデンウィーク中の5月5日まで、阿蘇市一宮町中通りのひばり工房で朝食の販売があります。時間は午前6時から午前9時まで。早朝の澄んだ空気の中、ひばりガレージと芝生の庭で美味しい朝食を楽しむことができます。最後に、阿蘇市の絶景新スポット、空船の桟橋から大事なお知らせです。空船の桟橋のある丹後山へ登る参道は道幅が狭く、車が離合しにくいため、交通量の増加が予想されるゴールデンウィーク期間中は車の通行が禁止されます。内野牧菅原神社や内野牧温泉街にある駐車場をご利用いただき、登山でのアクセスがおすすめです。空船の桟橋への行き方は WebTV 阿蘇の動画プチ登山編を参考にされてください。ゴールデンウィーク後半も感染症対策をしっかり行って、良い休日をお過ごしください。